金文明は、大韓民国の政治家。国会議員、慶喜道知事、セヌリ党保守革新委員会委員長、自由統一党代表を歴任し、2020年により自由共和党の共同代表を務めている。継承北道、英川軍生まれ、軍事独裁政権時代の70年代から80年代に、かけ労働運動家として、労働運動に携わった。 民主化後の1990年に本格的革新政党として結成された民主党に参加したが、後に金四三大統領与党である民主自由党に参加した。第15代総選挙で初当選して政界入りした後、2006年の軽機動知事選挙へ立候補して当選第4代民選知事となった。2012年12月に予定されている 韓国大統領選挙における候補の一人と目され、4月22日に出馬表明。7月12日、セグリ党の大統領候補予備選に立候補したが、党員、一般国民による投票と、世論調査による党内選挙の結果、当初から有力視されていた僕船に、大差で敗れた。2014年1月、6月に行われる、 第6回全国同時地方選挙の一つとして行われる軽機動知事選には出馬しない意思を明らかにした上で、軽機動も重要だが、国家的な事案である統一や経済活性化などに関心があり、他のことも懸命にやりたいと大統領選への出馬意欲を示した。知事退任後の2014年9月、セヌリ党の党内改革を推進する保守革新委員会の委員長に就任した。 2016年4月13日に行われた第20代総選挙で、手口樹上区公選局から立候補したが、得票率37.7%にとどまり、共に民主党の金富県に大差で敗れて落選した。2018年6月13日に行われた第7回全国、同時地方選挙のソウル特別市長選挙に立候補、したが、 得票率23.3%にとどまり、共に民主党の現職市長、僕厳重にダブルスコアの大差をつけられて惨敗した。2019年に入ってから対局期集会に積極的に参加するようになり、総国の法務部長官就任をめぐって国論が分裂した際には、就任に抗議する意味合いで提発をした。そして2020年1月31日に、 自由党一党を創立して党代表に就任すると、直後の2月20日に対局奇襲会の主催者である売り共和党と統合することで合意し、3月3日の自由共和党発足に際して、超原心と共同代表に就任した。ありがとうございます。